App Store 無料ゲームランキング、iPhone 版では、ボードーさんのキューブサーガーが1位を獲得。そして iPad 版では、ボードーさんのスタックカラーが1位です。App Store ランキングボードーに破壊されすぎだろ。はい、いきなり意味不明ですね。タイトルがスタックカラーだから、色を積み上げるゲームみたいだぜ。とりあえずやってみましょう。同じ色のブロックを通ると、どんどん高く積み上がっていきます。そしてちょいちょい違う色のラインが現れて、ブロックの色も変化してるぜ。随分とわかりやすいルールですね。そして終盤は、タップして威力を上げます。ここは早く連打ですね。そしてこれを、蹴っ飛ばしたー。遠くまで飛ばすと、獲得したポイントに倍率がかかるんだな。思っていたよりも、平凡なゲームですね。この前のキューブサーファーと似てる感じだよな。違う色のブロックは取れませんでした。ちゃんと自分の色と獲得する色を見分けないといけないぜ。強化できる項目は、キック力、スコア、そしてスピードです。ここもシンプルだな。30分後。キック力メインで能力を強化してみました。ここまでのプレイ時間30分ですが、広告を見る時間がやたら長いので、実質プレイ時間20分ちょいです。ボードゲームあるあるだな。では、行きます。スピードを上げたので、最初より速い気がします。このゲームスピード上げた方が難易度高くなってないか？確かに、能力上昇させると逆に難易度上がりますね。そして今度は黄緑色。ゲージがそろそろ溜まりそうだぜ。やっとスピードアップのメリット。ゲージが溜まると幅広チャンスです。このモードになると、通常よりも多くブロックを積み上げられます。スピードが速い方が、幅広モードの距離が稼げるってことか。そんなところです。コインは能力強化に使えるので、積極的に拾っていきます。紫と赤は若干見分けにくいな。多分わざとなのでしょう。角度が少し斜めなのも、位置が少しずれやすい難易度にするためだと思います。そしてそろそろ終盤、果たして、キック力はどれだけ上がったか。遠くに蹴り飛ばしてやりますよ。うわこっから加速していくのか。上限を超えてボーナスポイントにたくさん入りましたね。1ブロックボーナス入るごとに、プラス5点だな。1000点の10倍なので、だいたい1万点でした。これが、ランキング1位のスタックカラーです。もう一度言います。これが、App Store 無料ゲームランキング1位のゲーム、スタックカラーです。どんだけ1位強調すれば気が済むんだよ。